ちょっとここで今、ここに乗っけて車載カメラを撮ってみたんですけど、意外と揺れが厳しいかもしれないですね。あんまりうまく撮れた自信がないですが、どうでしょうか。ビューン。じゃーん。メタルヨン。ちょっと明るすぎたかな。さあ、メタルヨンにやってまいりましたよ。もうここに来た理由は一目瞭然。今回の目的はこちら、スターウォーズエピソード9、これを見に来ました。とりあえずここで、なんか毎回結構トラブるんですけど、ここでチケットを返還しないと。さあ、今チケットスワイプしてあっさり出てきて、ああよかったよかったよかった、今回無事です。何が辛いって、この B 席2列目ってことですね。2列目しかもう空いてなかったんですよね。さすがに結構ね、スターウォーズ、まあ公開最初の土日なのでチケットはもうほぼ満席でしたね。明日もダメでした。ロボットコーヒーマシーンが稼働してますね。なんか結構必死にアピールしてるけど、意外とみんな冷静で購入には至らない感じ。この公式サイトのスターウォーズのまとめ、新シリーズまとめの動画がすごいよくできてるから、これでもう予習完璧です。さあ、レイズオブスカイウォーカー見に来ましたが、さすがに結構関係ありますね。めっちゃ楽しみになってきた。行ってまいります。2列目ちょっと怖いけど楽しみです。わあ、さすがに暗すぎて全く見えないけど、結構近いぞ。ちょっとめっちゃ近い。16ミリで撮っても収まりきれない近さ。前から2列目結構つらかったです。首がやばい。見終わったんでお腹も空いたことだし、やっぱりあそこに行くかな。さあ、お腹が空いたんで一風堂久々に行こうと思うんですけど、入れるかな。わ、結構混んでる気がします。20分待ちぐらいで入れそうです。一風堂来たの久々だな。さあ、何にしようかな。赤か白か、やっぱり赤かな。あ、なんかわさび豚骨はここのレストラン一風堂限定みたいですね。悩ましい。唐揚げ来た。とりあえず唐揚げということで、まあ定番ですが、からまる替え玉は多分大丈夫かな。唐揚げ食べたし。なんかサンドボックス VR とかいう建物ができてるけど、なんか試せる VR の試す施設なのかな。ちょっと後でググってみよう。さあ、久々でもないかな。でもマーケットストリート歩くのは、結構ここ歩くのは久々な気がしますね。マーケットストリートをちょっと歩いてみようと思います。ちょっと人が、さすがに人がすごい。渋滞もやばいことになってますね。これ相変わらず人気だよな。いい感じ。結構クオリティ高いんですよね。大人気。さあ、じゃあちょっとウエストフィールドに久々にちょっとまた定期巡回しておきます。その前になんか近くのお店に寄りたいってことで、ちょっとお買い物中。なんかこじゃれたお店です。お店の名前は分からず、このジャイアントジャンボタワー、ジンがいい感じですよね。おしゃれ。じゃあちょっと改めてウェストフィールドに行きますよ。さあ、じゃあいざ
いざ潜入。じゃーん。うわ、なんかこんなに混んでるウェストフィールド見んの久々ですね。やっぱクリスマスシーズンすごい。ちょっと待ってる間にあそこ行ってこようかな。じゃじゃーん、みんな大好きレーザーストア、ちょっと覗いてきます。ここも相変わらず結構活気ありますよ。何気にこのレーザーバックパックかっこいいな。出た、マーキュリーホワイト、市川渚さんにおすすめしたいモデル。これの13インチ版あったらいいんだけど。これはあの僕が持ってるやつとかスターウォーズモデルと一緒のやつだけど、このモデル何気にシンプルでいいんですよね。なんてやつだっけな、これこれ、これもこれも多分さっきと全く同じキーボードのデザイン違いなんですけど、やっぱちょっとこれ欲しいんですよね。しかも比較的鍵ダウンもおとなしめだから使いやすいんですよ。もうなんかいつの間にかレーザーモニターも出てる。これ結構シンプルでかっこいい気がする。この後ろ側の作りが素晴らしいですね。 WQHD だけど 144Hz でしかも HDR 対応、これ結構いいんじゃないですか。レーザーラプター27インチ、これちょっとマーク。よく見たらヘッドホンもスターウォーズモデルになってる。ヘッドホンとマウスパッドとキーボードと、あと今ちょっと違うけどマウスもトルンパーモデルがあるから、これあと本体出たら完璧揃うけど、やばいっすね。ここにトルーパーがデザインされてます。ちょっと欲しい。マウスはここにあった。実物は箱に出したモデルはちょっと置いてないみたいですね。やばい、これ松島さん知ってるかな、光る猫耳モデルがある。あ、色が変わってますね。これあの取り付けじゃなくてもう埋め込みのやつで耳の色が変わるやつ、これいいんじゃないですか。あ、もちろんここにピンクモデルもありました。これいいんじゃないですか松島さん。さあ、じゃあちょっと一応お約束で見とかないといけないのでマイクロソフトストアも行ってみようと思います。じゃーん、マイクロソフトストア、なんかあれ、なんかなんだろうこれ、あのここで自撮り撮る用のブースみたいな感じの、なんだろうこのスターウォーズのフォース使えるよみたいな iPad アプリ、それをマイクロソフトストアで売っているという時代。これもなんか楽しげ、あのゲームウォッチフラッピーバード的な、これ権利的なもの大丈夫なんだろうか。この間ネズミさんが買ってたマウス、ちょっと欲しい、羨ましいっす。残念なお知らせ、ペッパーくんが撤収されてる気がします。前ここにペッパーくんいたんだけど、なんかアマゾンのポップアップストアが、前からここに Kindle のストアあったんですけど、今アマゾンになってて何気に売ってるものがすごい。普通に EOS R とか RX100M7 とかまで売ってますね。普通にここで買えるってことかな。 G テクノロジーの SSD とかも普通にここで置いてますね。即売コーナー。まあ、もう気づいたらすっかり日が落ちてました。さあ帰ろう。